皆さんこんにちはこんばんは今日も本音で聖書塾聖女を指導シリーズをご視聴くださりありがとうございます本日は聖女の中の3つの祭具について皆さんとご一緒に学んでみたいと思いますはい今回はキリストが天に戻られてからさらにどのようなお働きをされたのかを聖女の第一の部屋にある3つの祭具から考えてみたいと思いますはい 地上の聖女について学べば、天の聖女とのキリストのお働きを理解できますから、えー、それではまず、ヘブル書の九章の二節を読んでいただけますか。すなわち、まず幕屋が設けられ、その前の場所には、食台と机と備えのパントが置かれていた。これが聖女と呼ばれた。はい。まず聖女に入って、その右側にあったのが、 備えのパンの机と呼ばれるものですね。えー、ここには六枚に重ねられたパンが二列で合計十二枚、備えのパンと呼ばれるものが置いてありました。はい、えー。聖書の中で奉仕する祭司はですね、安息日ごとにこれらのパンを交換しており、その取り除けたパンは祭司が食べて良いことになっていましたね。まあ聖書の中ではこうたびたびパンが登場しますよね。えー そうですね、あの聖書の中でのこのパンっていうのはですね、はい、実は私たちがイメージするあの、えー、ふかふかのパンですねあれとはちょっと違う、はいえー、種を入れれないパンだったと記されてありますね、うんえー、この「種」とはパンを作る時にあのパン生地を膨らませるために用いるイースト菌のことですね。はいまあ、ということは聖書の中に出てくるパンは膨らんでなかった、うん、ということなんですね。そうななりますよね、うんえー、なぜ このパンダネを使わないパンが用いられていたと思いますか実は聖書の中ではパンダネはどんどん増え広がる罪の象徴として表現されているんですね。えー、ここでコリント第一の五章の発節を読んでいただけますかゆえに私たちは古いパンダネやまた悪意と邪悪とのパンダネを用いずに パンダネの入っていない純粋で真実なパンを持って祭りをしようではないか、はいえー、このようにペンテコステ以外の聖書の中での祭りや儀式においては種を入れないパンが用いられていますね、えー、そして聖書の中に置いてある、えー、この種を入れていないパンはですね罪のない状態であったキリストの象徴であるとされていますね えここでヨハネの6章48節から51節を読んでいただけますか「私は命のパンである。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死んでしまった。しかし天から下ってきたパンを食べる人は決して死ぬことはない。私は天から下ってきた生きたパンである。それを食べる者はいつまでも生きるであろう。 私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である、はい、ここに命のパンとありましたけれどもま、うん、これはどういったパンなんでしょうか、はい、まあ、ちょっとそれを説明する前にですね、はいえー、キリストが荒ラノでサタンの誘惑にあった話がありますよね、はいえー、ここでもパンというテーマについてサタンから誘惑を受けましたが、はい どのようにしてその誘惑を退けられたのかですねまあその部分をちょっと確認してみたいと思います、えー、マタイの四章の四節を読んでいただけますかイエスは答えて言われた人はパンだけで生きるものではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてあるはい。ここで実際のパンと対比しているのが神の口から出る一つ一つの言葉ですね 確かに人間が生きるためにはパンとかご飯というねそういう食べ物が必要ですが人間はそれだけでは生きてるわけではないというのがですね聖書の教えになりますねむしろそれ以上に大切なのが神の口から出る一つ一つの言葉になりますよね。実はこれが命のパンすなわち 聖書の御言葉なんですね、うんまあ、つまり聖女の種入れぬパンを食べるということは、うん、毎日の食事をいただくように命のパンである聖書の御言葉を読んで、うんまあ、自分の生活に生かしていくっていうことなんですね。うさらにキリストが昇天してこの天の聖女に入られてからは私たちが聖書の御言葉を正しく理解できるようにですね。 助け主であられる聖霊を送ってくださるんですね、はい、それが大祭司キリストの御言葉の取りなしのお働きになるんですね聖女のパンについてはまあ、その他にもたくさんですねこの大切な教訓あるんですけども、はい、まあ今回はこの御言葉のパンという視点だけに留めておきたいと思いますがまたいつかちょっとね深いところ研究できればと思いますうそうですね、はい、まあ、ところでこの谷入れぬパンの12枚っていう数字は これはどこから来た十二枚なんでしょうか。まあ聖書の中ではですね、はい、この十二という数字は神の所有するものという意味があるようですよね。ええー、まあ例えばイスラエルの十二部族とか、はい、まあ十二弟子とかですね。うんうん、また天国の十二の門とか、はい、まあこういう十二が特別な意味を持っているのわかりますね。ええー、つまり大祭司キリストは ご自分の所有である神の民のためにですねここでも12枚のタネルのパンすなわち聖書の御言葉をですね民が正しく理解するために精霊をお使わしになってくださるんですね。そのようにして私たちのためにご奉仕してくださっておられます。 聖書の御言葉によっては、うん、非常に理解するのに難しいものがあったり、うん、ある一つのテーマにおいてもそれを解説する聖句がこう複数ある中で、うん、それぞれが一見真逆に捉えられるような表現などがあったりして、うん、ま戸惑うことなんかもありますよね,で,すねでもそういう時にこう精霊によってこう正しい理解が与えられるようにまた祈る時に。うん 必ず答えが与えられたりもしますよね。そうですよね。自分の都合の良いこの聖書理解に陥らないためにもですね。はい、まあ聖書を学ぶ時には常に聖霊の導きが必要ですよね。はい、はいえー。それでは次に第一の部屋の左側にある食台の話をしましょうね。はい。えー、食台とは油を入れたランプのようなものですね。えー、しかもこの食台には 七つの灯火が灯る構造になっていてい聖女の中を常に明るく照らししていました、えー、目白くの中にはこの「聖大のために奉仕されている大祭司キリストの姿」がですね描写されていますので「黙示録一章の12節から15節まで読んでいただけますか」「そこで私は私に呼びかけたその声を見ようとして振り向いた」「振り向くと」 七つの金の食材が目についた。それらの食材の間に、足まで垂れた上着を着、胸に金の帯を締めている人の子のようなものがいた。その頭と髪の毛とは、雪のように白い羊毛に似て真っ白であり、目は燃える炎のようであった。その足は、炉で精錬されて光に輝く真鍮のようであり、声は、 大水の轟きのようであった、はい、この聖句は天の聖女にある職台の間でご奉仕されてるイエス様のことについても書いてあるんだと思いますが、はい、イエス様はそこでどのようなお働きをされておられるんでしょうか、はいまあ、それを理解する上でですね、はい、まず地上の聖女について考えてみたいと思います職、えー、台というのはですねこの火を灯すランタンのようなものですが、はい ランタンにはこの燃料が必要ですよね。うんえー、同じく食材にも燃料のオリーブ油が必要で、最初はそれを毎日補充する役割がありました。まあ確かマタイ二十五章の十人の乙女の話も、こう手に持ってたランプの中に油が入っている乙女と、うん、まあ入ってない乙女の話でしたよね。そうですよね、えー。まあせっかくですからその部分ちょっと読んでみますね、はいえー。マタイの二十五章の 1>, 1節から3節をお願いできますか。そこで天国は10人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の5人は資料が浅く、5人は資料深いものであった。資料の浅い者たちは明かりは持っていたが油を用意していなかった。はいえー、まあ、ここに出てくる明かりの油はですね、 まあ、燭台の油と同じオリーブ油なんですが、はい、まあ、実はこの十人の乙女の例え話ですね。まあ、これよくあの、いろいろ教訓を含んでいて、十、えー、人の乙女の例え話の核心部分はですね、精霊の油を用意していなさいという教訓なんですよね。うんええ、まあ、つまり、ランプや食台を明るくするためには、精霊という燃料が必要だったんですね。はい。 えーまあ、この聖霊の油というのはクリスチャンが御言葉を実践する時に必要な燃料になるんですね、うんえー、そしてこの時にも大祭司キリストがその力を必要とする人々の祈りに応えて、えーまあ、天の聖族からですね聖、はい、霊を送ってくださるわけですね、うん、まあそのようにしてクリスチャンが御言葉を実践する時に世の中の人たちに 神を証しすることができるようになるんですよね。まあ、神を証しするとは、うんこう、神様が素晴らしいお方だってこう紹介するという。そういうことですよね。はいまあ、そういうことですよね。そのことがですね。同じくマタイ五章の十四節から十六節に書いてありますので、えー、読んでいただけますか？あなた方は、世の光である。山の上にある町は、隠れることができない。また。 明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいないむしろ植台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのであるそのようにあなた方の光を人々の前に輝かしそして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい、はいえー、まあここであなた方はこの世の光とかですね えー、光を人々の前に輝かしとありますが、はい、まあこれが先ほどの精霊の感化によって神を明かしするということですよねまあ、この聖霊の感化を受けて、うん、世の光となることが重要だということなんですね,ですねま確かに私たちが御言葉を実践しようとするときに、まあ、それが利己的な動機からなされることもありますよね、うん まあ、あの、例えば、誰かから、こう、よく思われたいとか、うん、まあ、褒められたいっていうね。思いから、良いことをする場合もありますよね。そうですよね。まあ、この聖霊によって、御言葉を実践するときにはですね。まあ、そういう利己的な思いは取り除かれるので、まあ、世の光となることができるわけですね。はい。えー、まあ、そのために、まあ、先ほどのね、この御言葉のパンの話と同様にですね。まあ、ここの七つの食材においても。 大祭司イエスキリストは私たちに聖霊を送ってくださってますね。うん、まあこの聖霊抜きでは私たちはもう何一つ成し得ることができないんですね。そういえばこの七つという数字にも何か意味がありますか？あ、このね七という数字はですね、うん、まあ神ご自身に直接属するものという意味があるようですよね。うん、え、まあ例えば。 えー、第七日,安息日、ね、これまあ、うん、神のの創造の記念日ですね、はいえー、神によって与えられたまた夢とか幻とかいろいろこの聖書の中出てきますけれども、えー、7という数字がですねあの神の摂理によってまた神の誤介入によって、まあ、それが直接、まあ、神からなされるという考えがあるかと思いますね。えーえー、特ににこの目白は7つのはつ教会とか 七つの封印とか七つのラッパ七つの災害、うん、ね、はい、全部これ七という数字が出てきますよね。はい、まあですから、えー、この七つの職題もですね、まあ神が直接ご介入されておられると考えることができますね。七はこう完全数とも聞きますよね。七、うんね、つの職題こ見言葉の実践あと行いにおいても。 まこの神様のご介入がなければ完全とはならないっていうまあことなんですかね。ねまあ食材もそれ単体では燃えないようにこう必ず油があって初めてまあ燃やされるっていうこう非常に大切な教訓ですね。うん、本当にそうですよね。うん、うん。まあこの食材は私たち自身でありまた教会とも言われてますけどももし自分で明るく輝こうとしているならまあそれは燃料切れでね。 小さな悲災もつかないですよね。そうですね。はい、はいえー、それでは次に三つの最後の最後になりますが、交談について学びたいと思います。はい。えー、まあ交談とはですね、お交たく祭壇のことですよね。はい、えー。モーセの時代、えー、祭司が聖女の交談で交たくとには、いつもまあ神にりなしの祈りをお捧げしていたんですね。はい。 当時イスラエルの民は聖女の外庭までしか入ることが許されていませんでしたので、まあ、そんな彼らに代わってですね祭司が神に祈りをすることをり、まあ、なしの祈りというんですね、はい、確かにキリスト教以外の宗教などでもお祈りの場所には必ずお香の煙があるように思いますが、うん、この煙には何か特別な意味があるんですか はい、あの聖女のこの高壇のお香ですね、はいまあ、煙というのはお香を焚いて出すものですが、えーえー、聖女の高壇のお香はイエスキリストの義すなわち罪のない御品性を表しお香の煙は祈りを表すと言われていますね、えー、そして聖女の構造にそのヒントがあります、えー、聖女の部屋には二部屋あると言いましたが、はい えー、この2部を仕切っていたのが、帳というまあ、カーテンのようなものだったんですね。えまあ、しかし、上の方はですね。隙間が空いていたんですね、はいえー、そして祭司がこの公壇でお香を焚いて鳥なしの祈りをする時にその煙はですね。まあ、その帳の上の方の隙間からまあ、神がおられる至聖所までですね。届けられたと言われています。はい、まあ、本来、私たち罪人は？ 直接神様に祈りをお捧げすることはできませんが、うん、まその代わりにイエス様の義の功績と混ぜられたお香の煙が至聖女の神様に祈りとして届けられるということなんですね。まあですから現在もですね、はい、まあ天で大祭司イエス・キリストが私たちに代わって祈りを取りなしてくださっておられるんですよね。はい、まあだから私たちはこののお祈りの最後に イエススキリストのお名前を通してと言いますよ、ねはい、まあこれはイエス様の取りなしの働きによって私の祈りが父なる神様に届けられると信じますと言い荒らしていることになるんですよね。はい、さらに私たちが祈る時ですね、まあ、その祈りの言葉をお与えくださるのもやはり精霊だと言われてるんですよね。えー、ここで

もうとても祈ることできないというね。うま、そういう状況に陥ったとしても聖、はい、霊はですね。まあ、その言葉にならない思いをですね。祈りとしてキリストに届けてくださるんですよね。はい、えまあこのようにしてどう祈ったらよいかわからない状況においても、祈りの言葉をお与えくださるのも、また聖霊なんですよね。うん。はい、ま、今回3つの祭具についてこう。いろとお話を聞きましたが。はい 天の聖女でのイエス様の三つの取りなしの働きがなければ、うん、私たちのクリスチャンライフは本当に形式的なもので、うん、自己満足的なもので終わってしまう恐れがあるんですね本当そうですね、うん、まあ私たちがこの生きた神とつながるときには、まあ、今日学んだね、はい、この三つのキリストの取りなしがとても重要になってきますね、はい、え、ちょっと復習を兼ねてね、はい、えまず一つ目、えー、備えのパン まあ、すなわち聖書の御言葉を正しく理解するための精霊の助けがまず必要ですね。はいえー、二つ目は、職大、まあ、すなわち御言葉を実践して世の光となるための精霊の助けが必要ですね、はいえー。三つ目、講談、すなわち罪深い私たちの代わりに父なる神に祈りを届けてくださる、まあ、大祭司の取りなしと、そして 祈りの言葉をお与えくださる精霊の助け、えー、これが必要かと思いますねこの3つ全てに関わってくださる精霊をもう何よりも求め続けていきたいですねはい、はいえー、本日は次回は「聖女」で行われる朝夕の儀式「反祭についてお届けする予定です、はい 今日も最後までご視聴くださりありがとうございましたぜひ次回もお聞きくださいそれではさよならさよなら